株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。競馬新聞馬三郎が誇る POG マスター塩手智彦一等と木村拓人美穂がお送りする POG 情報。株式会社 AI によるデモ音声です。東西のトレセンで掴んだ情報をお伝えします。株式会社 AI によるデモ音声です。次週は牝馬限定の G3 アルテミス S 30日東京芝 1600m が行われる。これはデモ音声です。昨年の勝ち馬ソダシのその後の活躍は言うまでもないが、他にも16年ビスグラシュー、17年ラッキーライラックとそうそうたるメンバーを輩出した一戦。株式会社 AI によるデモ音声です。今年も来春のクラシック戦線へ向けて楽しみな逸材が揃った。株式会社 AI によるデモ音声です。その中から2頭の有力馬の1週前の様子をお伝えしたい。株式会社 AI によるデモ音声です。8月の新潟新馬戦芝 1800m を快勝した絆3区のシンシアウィッシュメス吉村綿毛豊か J で参戦する予定。株式会社 AI が提供するデモ音声です。20日の初コンタクトは一等 CW で両馬2頭と合わせ馬。株式会社 AI が提供するデモ音声です。 6F 地点でゴルトファルベン4歳1勝クラスを8馬身中鈴鹿のアイル2歳新馬を4馬身追走してのスタート。株式会社 AI によるデモ音声です。残り 3F 地点で馬体を並べ、最後は前者に首差遅れ、後者には4馬身先着してのフィニッシュ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。 6F80秒4 37秒9 12秒1をマークした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。死は1週前なのでしっかりやりたかった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。またがった鞍上は非力さは感じるが綺麗な飛び出し、長くいい足を使いそうと、いい感触をつかんでくれた様子と、満足げな表情を見せた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。初戦は、スローペースの競馬を上手に走ってくれたし、使った後もテンションは上がっていない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今度も、いい状態で臨めるし、重賞でも楽しみと期待を寄せた。これはデモ音声です。同じく、8月の新潟新馬戦、芝 1600m を快勝したミント、メス、友道は吉田はやぶさで参戦予定。株式会社 AI によるデモ音声です。死は、牝馬だけど、馬体がしっかりしているし、落ち着きもあります。株式会社 AI によるデモ音声です。初戦が強い内容でしたし、左回りと長距離輸送もすでに経験していますからね、と意気込みを語った。株式会社 AI によるデモ音声です。次元の違う末、足で突き抜けたデビュー戦の勝ちっぷりが素晴らしく、来春まで注目したい一頭だ。デモ音声です。馬三郎立冬支局。